山口県の19市町村のデータを比較してトーナメント戦を行っていく動画をお送りします。参加は19都市、支部13都市、郡部6都市。山口県大会組み合わせ、組み合わせは完全ランダムで決定しました。なかなか偏ってしまいました。1位のみ勝ち抜けと2位まで勝ち抜けの2パターンがあります。1回戦、山口市 VS 光市 VS 上関町 VS 下松市。2位まで勝ち抜ける組で、卸売事業所市に小売売場面積、建築床面積を山口市が取り、財政略指数と推薦人口比を下松が取りました。山口市と下松市が1位で並んで両者勝ち抜けです。山陽小野田市 VS 柳井市 VS 田部町 VS 田布施町。1位のみ勝ち抜けの組において歯科診療所数、昼間人口小売点数で山陽小野田市が勝利、経常収支率は田部町が取りました。山陽小野田市が勝ち抜けです。宇部市 VS 萩市 VS 脇町 VS 周防大島町。2位まで勝ち抜ける組です。製造業原材料使用額量と小売売り場面積を宇部市が取り、ゴミリサイクル率と加重地人口密度を脇町が取る。宇部市の勝利はともかく脇町が得意項目で2位通過を渡しました。2回戦、山口市 VS 下松市 VS 三重市 VS 岩国市。1位のみ通過の組において山口市が課税対象所得、卸売年間商品販売額、宿泊飲食サービス業、農業講師、手指数で勝利。岩国は製造業しか取れませんでした。山口市が快勝で決勝進出です。甲府市 VS 周南市 VS 長門市 VS 下関市。下関市が全項目勝利の完全勝利です。下関市が決勝進出、周南と甲府は敗退してしまいました。山陽小野田市 VS 宇部市 VS 脇町 VS 平尾町。2チーム勝ち抜けの対戦、建設業歯科診療所数小売従業員数を宇部市が取り、製造品出荷額有形計算を山陽小野田市が取り、宇部市と山陽小野田市が勝ち抜けです。決勝戦、山口市 VS 下関市 VS 山陽小野田市 VS 宇部市。卸売年間商品販売額、教育学習支援業を山口市が取り、15歳未満人口、課税対象所得を下関が取り、百貨店スーパー数は山口下関上で分けあり、1万人当たりの薬剤師は山陽小野田市が取りました。接戦になりましたが、県庁所在地の山口市は最大人口の下関市や宇部市を破りました。山口県大会結果、山口市優勝、2位下関市、3位宇部市、4位山陽小野田市。ご視聴ありがとうございました。第1回山口県大会の優勝は山口市でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。